なんかみんな人に似てるこの石を拾ってるっていう、すごいな。このロジトヒトっていう場所で、まあ、いろんなことが行われてるんですけど、まあ、今日は展示してますけど、まあ、普段は踊りがあったり、なんか古本の販売やってたりとか、まあ、読書があったりとか、まあ、そういう時に僕は結構出入りして写真撮らせていただいてるので、はい、まあ、それを整理して今回は並べてますね。まあ、つまり人間って色彩によって世界を認識しているので、モノクロにすることによってより対象の、なんていうのか、対象の、はい、形態、形とかその動きとか画面自体に集中できるっていう作用はありますかね。ここにかかってたモランディのアトリエの写真を見て僕はおやと思ったと、これ変だぞ、うん、四角いテーブルじゃないなと思ったし、うん、水平に置いてないなと思ったし、うん、楕円形のテーブルにはなんかこう半分こう遮断してあって、なんか垂れ幕みたいな裾に垂らしてあったり、うん、でそのことを人に喋っても全然みんな共感してくんないわけ、不思議だって、うん、視覚であると思い込んでいる僕がおかしいのか、モチーフ台を変形させるモランディがおかしいのか、でこれは写真を描いてるんじゃないの、写真図版の載っている本のあるページを描いてるの。高知中大学の彫刻科を卒業したんですけど、立体のものを20年ぐらいずっと作っていて、50を過ぎてから行為とも呼ばなくて、じゃあ演技って言ってるんですけど、そういうことをするようになりました。なぜかというと、ヨーロッパとかアメリカから来た言葉を日本語に翻訳した言葉で自分が構成されていて、その意味をちょっといい加減に使ってたからこういう結果になっちゃったんじゃないかなっていうので、今は一つ一つの言葉を検証していくっていうのが一番のテーマ。私自身も絵が好きなんですね。絵も描いてるし、漫画を描いたり映像を撮ったり作品を作っているんですけど、自分の表現できる場所と同じように誰かの表現できる場所であってほしいっていう、すごくシンプルな願いでしかないので、それが言いたかった、それが だって1年に4センチ動くってことは100年経つと4メーターだ、ね、自分の関心のあることを人と共有するために絵を描いてみたらどうかなと思ったわけ、うん、それもできるだけシンプルに、できるだけごまかさずにしっかり描いてみるっていうか、強いというよりかはこう怖いから、臆病だから、表現に助けられたくて、その表現を守るために今やってる、その人らしいままで朗らかに生きていけるようにすることっていうのを守ることで、それをしようとするとすごく今の社会では難しいんですけど、大変だったりするんですけど、必要なことかなって。その文字と人っていうテーマというか、本は、なんと、どういう。どういうと思います。まあ、それこそ人と人が行き来して、こう、まあ、コミュニケーションが図られるというのが、やっぱ芸術の一つの目的でもありますから、もうそのものを作って、こう、人と、こう、やり取りをするというのは。つまり、こう、ギャラリーではないし、かといって、なんていうのかな、まあ、お店でもないし、まあ、何でもないわけなんだけど、まあ、その時々何にでも変わりうるというか、そういう可塑性というのかな、なんか変化の可能性があるので、ここがどういう場所かっていうのはその人に聞いてもらいたくて、ただ人が集まって何かを持ち合って共有して、それぞれがまたそれぞれの生活
暮らしに戻っていく、その一つの点になりたいなっていうところがあります。